このスレッド、最近体験した変なことの話をする、は現在、過去ログ倉庫に格納されています。新しくコメントを書き込むことはできません。初めてスレ立ててみました。まだこの掲示板の漢字にあんま慣れてないから、なんか問題あったらすまそ。まあ内容はスレたい通りなんだけど、最近なんか怖いっていう感じじゃないけど変な体験したんだよね。ここにいる人ならなんかそういうのに詳しい人いそうって思ったから、備忘録も兼ねて書いておきます。期待、スペック上げ希望。思ったよりも早く人が集まってびっくり。正直あんま書きためとかしてないし、キーボード打つの遅いからテンポ悪くなるかもしれん。以下スペック。大学生、男、20代キモータ。普段は埼玉にアパート借りて住んでるんだけど、何日か前から佐賀の実家に帰省してる。3日前に体験した話。さっきもちょっと書いたけど、俺の実家って結構な田舎にあって、特に夜とかめっちゃ暇になるのよ。テレビのチャンネルは3つぐらいしかないし、ネットなんて俺が工房の頃母ちゃんに頼んで繋いでもらったテレコが未だに現役なレベル。だから夜にやることって言ったら速度が遅いの我慢してネットやるか、部屋にある昔集めてた漫画読むかぐらいしかないのね。そんでその日も夜中に部屋で寝っ転がりながら漫画読み返してたんだけど、なんか小腹が空いてきて、一番近くにあるコンビニに行くことにしたんだ。近く、つってもやっぱ田舎だから歩いていけるようなとこじゃなくて、街灯もそんなないから非常用の懐中電灯持ってかなきゃいけないし、チャリで20分ぐらいはかかるようなところなんだが、確か夜の11時ぐらいだったと思うんだけど、カエルのうるさい声が聞こえるだけで全然人気のない道をチャリで走って、そんでジュースとアイス買って家に戻ってたんだよ。そしたらその帰り道の途中で、変なのにあった。っていうか変なのを見た。続き、実家からコンビニまでの道は何個かあるんだけど、俺はその中で一番近いルートで行ってたのね。そのルートってのが、結構早く着くんだけど割と山道とかを走って、街灯もまばらだし人の家とか全くないような感じだったの。そもそもそこが秘密の抜け道的な感じだったから、人が通ることなんてまあないんだよ。だから当然雪の時は何も見なかったんだけど、帰りにその道を通ってたら、なんか山道それたところから、なんか変な音みたいのが聞こえ出した。割と遠くからなんだけど、まず最初に聞こえたのが、低い太鼓の音。その後に、笛の高い音とか金属音みたいのとかが聞こえてきたの。なんか、全然反響しないタイプの鐘を鳴らしてるみたいな音だった。ちゃんちきとか、ああいうのに近い感じ。カンカンチキチキ、みたいなあれね。正直、最初は怖いっていうよりも何これみたいな気持ちのが強かった。だって本当に今までそんなことなくて、人とすれ違うことすらないようなレベルの道なのに、明らかに何人もいる感じの音が聞こえてくるんだもん。しかも夜中の、それも道をそれたところから。最初はなんか夏祭りとか縁日の出し物の練習でもしてんのかと思ったのよ。でも明らかにおかしいじゃん、そんなの公民館とか借りてやりゃいいし、もうその時点で11時半とか回ってんだよ。マジでイノシシとかと遭遇してもおかしくないようなところだから、そんな山ん中で太鼓とか笛とか鳴らす理由なんてないんだもん。太鼓と笛とかね、っていうか金だよな。神楽の類か?続き、それで気になったから、ちょっとその音のする方に行ってみようって思ったんだよ。まあその時点では多少怖くはあったんだけど、一応懐中電灯は持ってたしなんかあったらチャリで逃げればいいやって感じだった。そんでチャリと買い物袋をとりあえず端っこに置いて、道をそれて懐中電灯だけ持って山ん中に入ってみたんだ。足元が不安定だしなんとなく物音とかは立てない方がいい気がしたから、そーっと分け入っていくみたいな歩き方になった。体感でだいたい2分ぐらい歩いたと思う。音もだいぶ近くなってて、多分音のしてるところとの距離は20メートルぐらいのところにいた。そしたら、人か草とかでよく見えないんだけど、奥の方からなんか明かりみたいなのが漏れてるのに気づいた。こう、オレンジ色でぼんやりした、電球とかの人工的な光ね。あ、やっぱり人いるんだって思ってその明かりの方向に歩いていこうとしたんだよ。でそっからさらに何歩か進んだところで、まあ目が慣れてきたこともあるんだろうけど、その明かりで置いた自分の周りが懐中電灯なくてもなんとなく見える感じになってたの。そこでふっと先にある木のところを見たら、なんかしぼんだゴム風船みたいなのが木にかかってるっていうか、打ち付けられてんのが見えたわけ。気になって近づいてよく見てみたら、漢字が5、6文字ぐらい。多分筆で、書かれたのが、釘かなんかで固定されてるんだって気づいた。筆で書かれてたっぽいから古い文章だったのかなって思ってる。神楽の類か?そういうのに詳しくないからよくわからん。ただ、和風な感じはしたかも。続き。本当ろ覚えなんだけど、字面はこんな感じ。目。9、8、目。はてなのところはよくわからない。画数が多くて難しめな感じだった。その何かを見たとき、そこに書かれてる意味とか全くわかんないんだけど、なぜかここにいることがめちゃくちゃ怖く感じたんだよね。直感で、これ以上言ったらやばい。って思ったの。もう何メートルか先には楽器鳴らしてる何かがいるんだけど、理屈とか抜きで、絶対に見ちゃいけないし、見られちゃいけない、って本能で感じた。そんで、そこにいる何かに気づかれないように、忍び足ではあるんだけど、急いで元来たチャリのところまで引き返して、すごい速さで家まで帰ってきた。楽器の音はいつの間にか聞こえなくなってたんだけど、なんであんな風に思ったのかは不明。別に怖い何かと出会ったりしたってわけでもないんだけど。以上が、俺が体験した話。オチとかも全然ないから本当に申し訳ないんだけど、なんかこういうので心当たりのある人っていますか?特にその文字が気になってる。確かに思ったよりは怖くなかったけど、なんか気味悪い話だね。その後、明るくなってからその場所に行ったりとかした?その後、明るくなってからその場所に行ったりとかした?この時期だから暑いしか多いし、わざわざもう一回行くのも面倒くさくて行ってない。それ追いつきました。まさかの地元話で驚きましたが、佐賀で笛や太鼓、そして鐘の音となると、冬の祭りに関係している可能性はないですか?な。9、8、名。やっぱこれが気になるよな。8名って何なんだろう。その前に9ってついてるあたりもよくわからん。
まあ、それ以前に字面がちゃんとわかってないからどうしようもないって言えばそれまでなんだが。なんかの名前か？すご。みんな白色でびっくりだよ、冬の祭りって、そんな山奥で夜中に楽器鳴らしたりするお祭りが今の時代にあるのかな。うおう、いろいろ意見が来てる。ほんと助かる。冬の祭りは、佐賀のいろんなところでやってるやつだよな。俺も昔、何回か連れてってもらった記憶があるよ。白帯さんとか県外の人はあんまり知らないだろうし簡単に言うと、俺自身もうろ覚えだけど。それこそさっき言ったみたいな楽器を鳴らしてる中で、その音に合わせて仮装した人が一人代表で出てきて踊って、その踊りを奉納するみたいなやつ。仮装の種類は割と地区によって違うんだけど、俺が見たことあるのはでっかい鬼のお面だった。思い出してみると確かにそれっぽい感じな気もしてきた。けど、だとしたらなかなかに怖くないか？あと文字に関しては、だいぶそれ自体が汚れてたのもあってあんまり読めなかったんだよな。そもそもしぼんだゴム風船ってなんだよ、何か考えてたらすごい気になってきた。とつってみますか？俺が見たことあるのはでっかい鬼のお面だった。ガクガクブルブル。とつってみますか？いや正直、マジで明日あたりにとつってみようかなとか思ったりしてる。なんかみんなのレス見てると気になりすぎて眠れなくなってきた。今日はさすがに夜遅すぎて母ちゃんにバレたらめんどくさそうだし、明日の夜10時ぐらいにもっかい行ってみようかな。電波がどうなるかわからんから実況できるかどうかが心配だけど。マジで、勇者だな。うおお、久々にできるスレ主を見た。とりあえず行けるかどうかは明日次第なんだけど、それまでこのスレ残したいんで即死回避お願いできますか？多分7、8レスだと思う。それまでこのスレ残したいんで即死回避お願いできますか？オッケー。軽い気持ちで言ったんだけど、なんかスレが凄そうな方向に。軽い気持ちで言ったんだけど、いや、このままじゃ俺も消化不良だから。あんますごい発見とかは期待しないでね。それじゃ一旦落ちます。こんな遅くまで付き合ってくれてトンプス。いえいえ、ありがとうございます。おつ。ひとまずおつでした。お疲れ様でした。即死回避支援。支援ですついでに。知り合いの、そういう神社とか祭りとかに詳しいやつに聞いてみたんだけど、佐賀で夜中にそんなことするような祭りは少なくとも今はないみたいだった。八名神についても聞いてみたんだけど、そんな名前の神様は知らないらしい。あと個人的に、電球みたいな明かり、も気になるんだよな。なんで電球なんだよ。そろそろですね。電球みたいな明かり、電気が通ってないから、でしょうか？白熱電球とかなら電池式のが安くで売ってますし。もうすぐ夜10時。果たしてひなさんの運命は、戻ってきた。電気が通ってないから、でしょうか？白熱電球とかなら、電池式のが安くで売ってますし、ああ、なるほど。ありそう。支援ありがとう。でとつなんだけど、昼頃にちょっとその周辺まで行ってみた感じだと、そこの道の途中までならギリ電波が入る感じだったから、とりあえずそこまでは携帯で実況してみる。その現場まで行って、そんで家まで戻ってきてからもっかい詳細を話す感じで考えてる。ちなみに昼時点では何にも見えなかったし聞こえなかった。携帯だとさらに書き込み遅くなるだろうから、そのつもりで。来たー。楽しみにしてる。マジオツ。写真の送ってできそうな感じですか？おおマジか。正直釣りじゃねえかと思ってた。でも気をつけろよ。ただでさえ暗い夜道なんだろうし。写真の送ってできそうな感じですか？やってみる。ただ、ゆうとさんも言ってるけどマジで暗いからそこまで鮮明なのは期待しないでね。いえいえ、ありがとうございます。それじゃ、15分に出発しますやべえ、緊張してきた。神すれの予感。行ってらっしゃい。こういうのにリアタイすんの何気に初めてだわ。なんかこっちまでドキドキしてくるな。行ってきます。今チャリ乗ったしばらく近くに行くまで落ちます。自転車でコンビニまで片道20分だっけ？なら大体10分前後かな。そういや忘れてたけど、こういう時の写真って大体 ID もつけてもらうんだっけか。まあいいよな。こういう時の写真って大体 ID もつけてもらうんだっけか。まあいいよな。どうせ暗くてよく見えないでしょうし、ID のせいでそこの場所の写真が隠れちゃってもあれですからね。待機。ちょっと待って。もう明かりが見える。もう明かりが見える。え？明かり。あの電球のですか？もうってどういうこと？ごめん、よくわからん。ちょっと運転やめて落ち着く。なんか、チャリで前行った山道のルートを走ってたんだけど、何日か前に電球っぽい明かりを見たとこのずっと手前でもう光っぽいのが見えてる。前のと同じやつかはわからん。え？怖い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 。どういうこと？近づいてるってこと？もしくはその明かりとやらが前より眩しくなってんの？え、本当に？楽器の音は聞こえますか？いや、ほんとマジで無理すんなよ。ちょっと本気で怖くなってきた。楽器の音は聞こえない。写真あげるわ。まだ電波は通じるんだよね。そこが割と心配。写真あげるわ、お願いします。見えるかな？え、本当に何？明かりって、手ぶれしてるっぽいけど左に何個かあるやつか？だとしたら右のはなんだよ。私も右にあるものが気になりますね。ごめん、自分自身混乱しててどれが何とか全くわからん。右って何？右って何？写真の右上のあたりに映ってる、なんか四角くて細いやつ。ひなさん、今もその明かりは見えますか？写真見てびっくりした。何これ、今も明かりは見えるけど右に映ってたやつは見えん。今も明かりは見えるけど右に映ってたやつは見えん。どういうこと？本当に怖いんだけど。見えない、写真にだけ映ったってことか？とりあえず先に進んでみます。途中で電波切れたらごめん。とりあえず先に進んでみます。え、マジで？やばくなったらすぐ戻ってこいよ。やめといた方が良くない？とりあえず先に進んでみます。お気をつけて。心配。なあ、ちょっと思ったんだけど右にあるやつ鳥居に見えね。右にあるやつ鳥居に見えね。やめて怖い。右にあるやつ鳥居に見えね。確かに、そのようにも見えますね。かぶらっぽい音。
ひょっとして本当にそういうのなのかな、それとも密教系とか。聞こえた。聞こえた、何が、楽器の音。聞こえたというのは、以前話していた楽器の音のことでしょうか。だとしたら、それは以前と同じような場所ですか。なんで今になってその4文字だけなんだよ、声よ。え、大丈夫かな、ひなさん。まだアンテナ立ってる？書き込める？確かに電波は心配だな、もしなんかあった時に繋がらんかったらやばそう。そういや時間的にはもうついててもおかしくないかな。時間的にはもうついててもおかしくないかな。もう出発してから30分ぐらい経ってるので、途中で書き込みのために止まってるとしてもそろそろついている頃かもしれませんね。もう出発してから30分ぐらい経ってるので、もうそんなに経ってるのか。早い。うん、やっぱりあの写真が気になるな、本当になんなんだあれ、ひなさんが肉眼では見えなかったっぽいのもなんか。うん、やっぱりあの写真が気になるな、ハゲドウ。あと光がオレンジっていうより全体的に白っぽいんだよね。とりあえずは期間報告待ちか。そうですね。いろいろ気になるところが多いですが、いかんせん情報が少ないので。大丈夫かな？なかなか来ませんね。最後の書き込みから2時間か、もう帰ってきててもおかしくないと思うんだけどな。さすがに心配になってくる。ひなさん、今日のうちに帰ってこられますかね？今日のうちに帰ってこられますかね？帰ってきて寝落ちしてるだけだと思いたい。疲れているだけだと良いのですが。帰ってきて寝落ちしてるだけ。俺もそうであることを祈るよ。すまん、なんか来客っぽいからそろそろ落ちる。ゆうとさん、お疲れ様です。では、今夜は一旦お開きにしますか。とりあえずひなさんの降臨待ちということで。わかりました。ではでは、とりあえずおつでスタートし。そういえばゆうとさん、こんな時間に来客ってすごいですね。あ。夜10時を回りましたので再びこのスレに戻ってきました。ただ、まだひなさんは来ていらっしゃらないようですね。白帯さんもゆうとさんも、なかなか来ませんね。ただでさえ4人しかいない過疎スレなのですし、この調子だと早々に落ちてしまいそうです。10時半になりましたが、私だけがレスしてる状態になっていますね。せっかくですし、スレの保守も兼ねてひなさんが遭遇したものに対する解釈でも書いていくことにします。まずは最初の方のレスでおっしゃっていたオレンジ色の人工的な明かり、あれはひなさんが言っていた通り、電球か何かを使っているのではないでしょうか。山の中だとそれほど大きな光源は使えないでしょうし、その音が聞こえた場所がもともと入り組んだ山道の中にあったということを考えると、あまり人目につくような事態は避けたかったのではないかと思います。ゆうとさんが密教系の儀式ではないかと言っていましたが、そうでなくても第三者に知られてはいけない祭祀はいくらでもあります。儀式というと、冬の祭りで鬼のお面を使うという話も出ていましたね。私も小さい頃、気になって親に尋ねたことがあるんです。なんであんなに怖いものをかぶって踊りなんかするんだって。実際、そこにいた赤ん坊が泣いている姿をよく見ていましたから、少なくとも子供の目で見たら多くの人が恐ろしく感じるものであったんだと思います。私の母は、それが良いんだと言いました。怖いものを見て、子供が目いっぱい声を張り上げて泣く。それが、この集落一帯の厄除けや子供たちの無病息災につながるんだと。純真無垢な子供の感情や声を神聖視する行事は、佐賀に限らず九州一帯にはよくあるのだそうです。当時は無理やり子供を泣かせるなんて、と少し不快に感じたものですが、今になって考えるとその気持ちも少しわかるような気がします。惜しかったのは、ひなさんが最初にその儀式を見なかったことと、そこに打ち付けられていたものに書かれた漢字を覚えていなかったことでしょうか。ただ、軽くデコに誘ってみたらすぐ応じてくださいましたし、何よりもあの写真をあげてくださったので、別に良いのですが、気になる方がいらっしゃったら申し訳ないのでここで書いておきますが、多分あれに書いてあった文字は、めい、九、八、めい、ではなく、えな、緑を、だと思います。筆字に慣れていなかったので、少し読みづらかったり字が崩れていたりしたのも悪かったんでしょう。九、八、ではなく字です。いくら神社などに詳しくても、字が間違っていたら解釈のしようもありませんよね。これなら、ゆうとさんの知り合いの方も少しピンとくるのではないでしょうか。緑語は、まさに神社でよく使われる決まり文句ですから、漢字をどうするかは割と最後の方まで決めてなかったんですけど、えな。って読み方にするっていうのは、実はずっと前から考えてたんです。私の母から聞いた話をします。先ほど少し話した私の母親の、祖母。つまり私のひいおばあちゃんにあたる人は、少し変わった職業についていたんだそうです。私も成長してからいろんな場所で調べてみたりしてるんですがなかなかその言葉が見つからないので、職種はともかくとして、その職業の名前に関しては多分、私たちが住んでいる一帯にしかない言葉で伝わっているんだと思います。その職業の名前を、エナメ、と言います。口伝えなので漢字でどう書くかについては私も知らないのですが、多分漢字で書くとしたら、エナメ、になるのではないでしょうか。エナとは、赤ちゃんを産むときに一緒にずるっと出てくる、胎盤とか紐みたいなやつとかのことを言います。私のひいおばあちゃんは、誰かが子供を産んだときに出てきたそのエナを処理する、そんな職業についていたのだそうです。と言っても、子供が生まれるたびにエナを回収しに行くというわけではありません。エナをもらいに行くのは、生まれてきた赤ちゃんがダメになったり、もしくはもともと生まれてきてはいけなかったりするときだったとのことでした。特に夏場は、ほおずきを煎じた酸っぱい匂いと、
垂れ流された用水の生臭い匂いが体に染みついて、非常に難儀したと言っていました。エナズカと呼ばれる、山奥の少し開けたところにある小高い塚に子供を埋めた後、周囲にある木に釘で稲を打ち付けます。そこに足を踏み入れる人はひいおばあちゃんの代わりに誰もおらず、そのため何年も何十年も稲目を続けていたのだそうです。ひいおばあちゃんは亡くなる数日前になって、自分の孫、つまり私のお母さんに対して、次のようなことを言ったのでした。最近なぁ、エナズカにいる子らが夢に出てきてなぁ、寂しい寂しいと泣きよるのよ。わしがおらんなったら本当に一人ぼっちじゃて、赤ん坊が何十人もわしにしがみついて話すって泣きじゃくるんじゃ。ええか、あの子らは何も悪うない。じゃけんど、お願いじゃからあそこには行くな。もう、全部終わらせにゃあかんのよ。そう言って、それまで一度も見たことのない涙を流す祖母の姿を見た若い頃の母は、全く言っていることの意味がわからないながらもなぜかとても悲しくなり、二人でワンワンと泣いたのだそうです。今これを読んでいる多くの方がそうだと思うのですが、この祖母の言い分は何とも腑に落ちません。それでは、その、エナズカにいる子ら、はどうなるのでしょうか。なぜ、涙を流してまで、そこに行ってはいけないと言ったのでしょうか。私がそう聞くと、母は難しそうな顔をしながら言いました。あの子たちは、あんまりにも純粋だから。寂しくて、悲しくて、誰彼構わず、持って行ってしまうんだよ。だから、エナメは一人だったんだ。それきり、母はその話をしてくれなくなりました。その話を聞いた数年後、私はあることがきっかけで、再びこの話を思い出すことになりました。そのきっかけがどのようなもので、私がその後何をしたのかは、ここでは書かないことにします。ですが、お願いです。どうか、このお話が一体何なのかを、少しだけでも良いので想像して、考えて、思いを馳せてみてください。あの集落で起こったことや、ひなさんたちが体験したことが、どのようなことなのか。考えて考えて、あの子たちに少しでも近づこうとしてあげてください。まさか、こういった形で再びこの話をするとは思いませんでした。さて、私もそろそろこのスレを打ちます。結局、誰も来ないようですので、このスレの様子を見ているとおそらくは写真だけで良さそうなのですが、一応念のために名前も書いておいたので、きっと大丈夫です。もしまだこれを読んでいる方がいらっしゃったら、できれば、エナミドリゴノミコト、と、声に出して読んであげてください。どちらにせよ、もう手遅れですが、ここまでお付き合いくださり、本当にありがとうございました。すでに終了したスレッドです。新たな書き込みはできません。